ネパールの仮装場パシュパティナートの音望。ネパールではカースト制が今なお存在し、親の職業を子が引き継ぐ。音望は日本史上において仮装場で死者の遺体をダビに付し、墓地を守ることを行としたものを指す語。音望、語望、エンモウとも表記し、地域により温望と呼ぶこともある。その棒とも、元は下級僧侶の役目であり、 ごぼうが転じたものと考えられている。江戸時代には、先民身分扱いされていたことや、一昔前まで、この職業は現在でいう、被差別部落出身者が大半だったため、軽蔑的な意味合いを帯びたことも多く、現在は、差別用語とされて用いられなくなっている。代替語として一般には、最上職員もしくは、家父が使用されている。音房は、中世から、江戸時代までは、 得たや否認とは、また異なった、先民階級として扱われ、寺院や神社において、周辺部の清掃や、墓地の管理、特に持ち込まれた死体の処理などに従事する、下男とされていた。元折内塔の、静社公には、某は奉仕、煙防止と書くべきであり、下火は、そうのすべきことで、古くは皆、特効ある奉仕に伏せしことなりと記されている。過去には、 現在の三重県中西部にあたる伊賀地方では温房を、ハセと書き、ハチと称していた。また、岡山県西部にあたる備中地方では、温房は、死者の取り扱いと否認版などを担当していた。彼らは正月には、村内へ茶船を配り歩くため、茶船とも呼ばれ、竹細工のほか、渡し盛りをしているものもあった。水飲み百姓より、貝の階級に置かれ、船民と共に、 差別されて、一般農民との婚姻も禁止されていた。関東地方のバンタと同様、村内の見張り番なども担当していた。ありがとうございます。